おはようございます。おはようございます。今日はね、過去一でコンディションが悪い。腰が半端なく痛い。ちょっと肉体労働が激しすぎた。もうね、昨日は寝込んでた。起きられなかった。今日はやっと起きられるようになった。ゆえに、ゲームをやろうという。今日はバチョさんですね。あ、よろしくお願いします。私、久保塚さぬきと申します。以後お見知りおき、おくんなましということで、バチョ君ですね。バチョ君はね、この道館の戦いという、道館の戦い連合軍シナリオで、ついに進化を発揮すると、4つ目の武器を入手せしめんということで、条件はね、至ってシンプルです。関水裏切りイベントを発生させると。つまり味方を敵に裏切らせ、それを行うとね。そうすると輸送部隊が出現するんで、まあ毎度のごとくしばき倒そうぜっていう、そういう感じですね。はい。いや、ちょっとね、本当にね、腰が痛いのよ。昨日マジで起きられなかった。すごい、なんかね、足もみたいな歩き方になるんだよね。腰、これ見ないといけない。曹操の進行は我々を撃つための方便であろう。せやで。分かっている。しかし我らが動かねば、この艦中が曹操軍に侵されてしまう。このバチョウの声優さんいいよね。弟の敵、見逃してはおけん。全てのセリフが満金なんだよ。花は承知の上、見逃してはおけん。曹操と戦う、あえて戦う。艦中は我らの地、ゼロと我らの手で守り、ゼロと1なんだよな、もう。常に満勤なんで、一人たりとも逃すな、みたいな。もう血管切れるぞ、この寒い時にそんなパワーで喋ってたら。ということでですね、今回の動画ね、びっくりするほどグダグダです。もうユートピアばりのグダグダです。普通、撮り直すよね。あ、やべ、スムーズじゃねえな。ちょっと撮り直す。私、撮り直しません。なぜなら、ちょっとめんどくさいんだよね、やっぱり。このね、趣味はね、やっぱりね、めんどくささを妥協しちゃダメよ。めんどくささを妥協するって勘違いするかもしれないけど、めんどくさいと思うなら、めんどくさい感情に身を任せていこうっていうね。で、どうやって裏切るかっていうと、まず、関水と曹操が、こう、接触しないといけないのよ。で、関水はこっちの味方のおじさんね。で、曹操は敵の総大将。で、しばらくすると、お互いの軍が動いて、接敵するようになる。自然とやられなければ、うん、ってことになるんだよ。で、そうなると、しばらくこんなら、なんかね、こう、親しげに曹操と関水が喋るっていうイベントが始まり、しばらくすると、裏切るんだけど、まずね、なんでこの雑魚をバンバン倒してるのかっていうと、こんなことする必要ないのよ。とっととね、ここにいる敵武将を倒して楽にした方がいいんだけど、ほとんど分かってないんだよ、やった時。もう全然覚えてないから、なんかグダグダやってるよ、ここで。そういう場面ですね。痛いわ。このステージはね、結構難易度が高いと思われり、私そう思われり。お見事です。だから本当はすぐにこの後ろのね、拠点を潰した方がいいと僕は思うんだけど、なんで壊せないんだろうね。この時何を考えていたのか、本当に覚えてない。本当に覚えておりません、私。こんなの倒さなくていいんだよ、こんなの。ここもね、この難しいモードだと、色差があるから、ちんたらしてると、どんどん味方兵がやられていくんで、あんまりね、もたもたしない方がいい。で、後から増援が確か来るんで、敵の。とっととね、この辺片付けちゃっていいんだよ。なぜ片付けないの？何かを見てるね。何かを見てる。一体これで何を確認したのかは俺はわからない。もう覚えてない。この時の私はもう俺じゃないよ。幾度かの細胞分裂を挟んで、違うサヌキが今生まれてるから、よくわかんないですよ。ということで今回は、バチョウスンの話をしようと思います。あざ名は何だっけ？
猛気だっけ、なんか武々しい名前だよね失礼。このね、馬長君はこの作品三国志演義でもそうなのかな、かなり熱い男、義に熱い男として描かれていて人気があるんですよね。やっぱかっこいいし動きもいいしやっぱかっこいいんだよね。男も憧れる男っていう感じでね、熱い。なんだっけ、あの俳優、市原隼人だったっけ、あんな感じ、俺のイメージあんな感じなんだ。ずっと熱いんだよ。さっきの喋り方もそうでしょ、うちの敵逆賊曹操みたいな、常に熱いんだよね。オフがないんだよ。そういう人なんだけど、実際どうだったのかというと、俺の知識上にある馬長の、正確な印象はね、別に熱い男ではないんだよね。かなり、裏切る、ヘラヘラしてる、そういうイメージ。全然違うのよ、このゲームで描かれてる馬長と。っていうのも、もともとね、まあ、この冒頭のね、ムービーでも出てきたけど、馬長と、この馬長を語る上で外せないのは、馬長のお父さんがいるんだね。馬頭だったっけ、名前。馬頭。広角機動隊に出てきそうな名前だけど、この馬頭ってのが、開けたけど、これ、北から進軍。なんかここで増援が来るみたいな。いちいち満金でしょこれ。手の込んだ真似を展開せよ。かっこいいんだよね、この声優さん誰なんだろうね。声かっこいいよね。頼みます。おお、なんか寝巻きのおじさんが出てきた、かわいい。でね、このお父さんの馬頭ってのは、農民だったのかな、もともと。別に武士とかそういう位のある家じゃないんだけど、まあ、こういう乱世の世の中なんで、まあ、何かのタイミングで、まあ、単身でこう名乗りを上げ、なんか鎮圧したのか倒したのか分かんないけど、そうやってまあ名前を最初に挙げた人なんで、まあ、この時代はよくあるやつね。乱世特有のビッグボーナスを引いたわけよ。でそういう形でいろいろ戦うんだけど、いろいろね、こうふらつくんだよ。ふら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 するの。この曹操と、あ、なんだったっけな。じゃあ曹操がまだ、あ、そうそう、思い出した。曹操がね、まだこの弱い時、一応皇帝は確保してるけど、まだ全然強くない時があったんだよ。その関東とかの前ね、遠州打ち取る前に、やっぱり怖いからっていうことで、この馬長のお父さんの馬頭と関水がこう2人で手を取り合ってね、まあ、治めているエリアが確かあったんだと思うのよ。でそこにこうちょっと協力してくれへんかと。じゃあ怖いから、いつそうそう攻めてこられるか、周りも敵だらけだからさ、攻めてこられるか分かんないから、ここだけでも抑えておこうということで、懐柔しようとするの。懐柔さすために一人の部下を送るわけよ。ただまあそれがうまいこと言って、まあ無事懐柔したのよね。つまり曹操配下に入ったってことでいいのは、馬頭さんは、馬頭関水はね。なんだけど、まあその後こう曹操が、力をつけていって、ほんで関東の戦いで袁紹を倒したじゃない。袁紹を倒すと、この袁紹は正式な後継者を決めてなかったから、あと字が違うんだけど、もう一人袁紹っていうのがいるのよ。袁紹の後継者争いに入ってきた袁紹と袁譚っていうのが、その後継者として争うわけだよね。で、まあ、曹操からしたら、その2人がバジバジやってるところに乗じて、まあ、2人とも潰したいわけじゃん。片方に決まって片方がきっちりと地盤を固め出したらまた面倒くさくなるから、でそういうところでこうちょっかいを出してる時に、確かその袁紹か袁譚か忘れたけど、そっちサイドから声がかかるんだね、この馬頭君が。確かそんな感じだった気がする。ほんでもう戦いの局面はこの馬頭がどっちにつくかみたいな状況になるわけよ。もうでももともとその状態ではあれだから、
馬頭は曹操の配下だから、まあ、本来なら普通に曹操の配下としているべきなんだけど、まあ、配下というか曹操サイドでね迷った結果、まあいろんな人のアドバイスを受けて曹操側についたんだっけ。そう、曹操に恩を売る形にしたのよ。恩を売るもおかしいんだけど、そもそも恩を売る形にして、まあ自分の地位を保ったんだよね。で結果まあ曹操側が勝って曹操さらにパワーアップしましたっていう形でじゃんじゃんで終わりゃいいんだけど、その後あの有名なレッドクリフ石壁で負けちゃうわけよ。曹操はもう絶対落としちゃいけないとこで落としちゃったわけよね。それで一気に曹操サイドが、まあ、弱体化しちゃったわけよ。ちょっと勢いも失ってってなったんだね。合ってるかなこれ。かなり思い出を、俺の頭の中にあるメモリーを今紡いで喋ってるから相当間違ってる可能性はある。なんだけど、そうそう、その前に一気に忘れてたよ。石壁の前に、まあ、そもそもその馬頭が怖いからさ、結局まあ、力があるの分かってるしさ、自分に従順じゃないことも分かってるから、都に来いみたいなこと言ったんだよ。もう家族連れて都に来いと。で軍ももう返還してさ、もう来い、こっちでゆっくりせいやと、まあ、つまりその牙を取ろうとしたわけだね。で馬頭は渋ってたんだけど、まあもう何度も来るし、そのお迎えも来たから、息子の馬長とかを置いて都に行ったわけよ。そういう形になったわけ。でそう、俺走行してるうちにさっき言ったみたいに、まあ赤壁で負けちゃって、曹操が、ほんで曹操側としてはやべえなと、これちょっとやべえぞってことで、この馬長がいる方向まで大軍を連れてきたわけよ。で馬長側からしたらもう怖いわけよね。やべえぞこれって、曹操俺らぶっ殺しに来るんじゃねえと、やべえぞってなるわけよ。でそこに残ってた、馬長は関水に対して、もう俺はもう親父を見捨てると、まあ親父は人質みたいなもんじゃん、都に連れて行かれてるわけだからさ。でそこでもし馬長が曹操に対して変なことしたら、当然もう親父はその見殺しにするようなもんだから、でももう俺は親父を見捨てると、だから関水さん、あんたの子供を見捨てよ。で俺らで親子になって曹操やっつけようぜっていう、もう全く意味のわかんないことを言い出すのよ。で関水もオッケーやったれってなんの、わけわかんないでしょ。ちなみに関水と馬頭、その馬長のお父さんも、まあ、あの手を取り合ったわけだけど、一回その結局同じところを収めてるから喧嘩になっちゃって、関水は馬頭の妻と子供殺してんのよ。で馬頭も関水の子供殺してんのよ。もうむちゃくちゃでしょ、むちゃくちゃなのよ。そうだからなんかね、おかしいのよこれ、全然違うのよもうこのゲームと。ほんでそれで迎え撃って戦ったのがこの道館の戦いなのよ。だからこのゲームの冒頭ではさ、まあ、自分の家族を殺された恨みがある馬長が曹操に対してその、まあ、ある種逆襲をするみたいな、ちょっと正義の心が垣間見える戦いになってるけど、実際は全然違うんだよね。お父さんを見捨ててんのは馬長の方なんだよっていう、かなりむちゃくちゃな、まあ、そんな話だね。確かそんな話でした。でちなみに最初に言った関水裏切りイベントっていうのは実際どうなんだっていうと、今チラチラ見えてるこの角っていうのがいるんだね。角っていうおじさんが、まあ、これがこの魏の、まあ、曹操軍のブレインなんだけど、まあ、いわゆるその劉備軍でいうとこの諸葛亮的なね、で呉でいうところの呉宿みたいな、まあ、そういうやつなんだけど、こいつがちょっとこの馬長と関水の中やっちゃいましょうよみたいな感じで、まあ、うまくこう、まあ、引き裂くまでではないんだけど、あ、これ収めよ関水。そうそう、どういうつもりだ。わしとお主は窮地の中、久々に昔話などしようと思ってな
みたいな感じで、まあ、お互いをこう人間不死にさせて連携を取れなくして、まあ、曹操側が勝ったっていう話なんで、ね、まあ、別になんか本格的に寝返ったわけじゃない。結局馬長も関西も敗走してるから、そんな感じだね。でも馬長はね、結構その後も頑張ってんだよ。頑張ってんだけど、まあ、結果的に曹操軍、まあ、厳密に言うと花公園にやられて、でもうやべえからってことで劉備に投降して、まあ、劉備の元に行くっていう、そういう流れなんだよね。この一応職として、職のメンバーとして彼が入ってるのは確かそんな感じなんだよ。だからそんなね、ここの話だけ聞くとね、そんなかっこよくないんだよね。でも好き、やられてるね。徐行がね強いんだよ。後ろにも範囲があるし、あ、もう来た。関水様が曹操と何やら親しげに話しておいでです。何、関水殿が、何、まさか、まさかなんでずっとこいつ満金なんだよな、面白いな。肩の力大きな、痛いわって。ジョコはね、無双ラムも地上判定だからね、もうワンパンで死んじゃうんだよね、これ。難しいモードとか、ここ範囲広いでしょこれ。いや、そのまま倒しちゃえ。ガード、これもう恐ろしいでしょこいつ。どっか弓打ってくるしよ。一発目が当たんないんだよな。おお、いいね、これ見ててもなんか歯がゆいね。バチョ難しいんだよこれ。誰か使い方教えてくれよ。あ、ジョコビッチさんお亡くなりということで、でもあとはね、とりあえず関水が寝返るのを待たないといけない。でここでちょっと厄介なのがね、要はやられちゃダメなのよね。関水がやられちゃったら、そもそも寝返りイベントが発生しないから、やられないようにちょっとこもりもしないといけないというね、非常に大変なんだよ。あれいつだったっけな、ここは一気に、あの良いお年をって言って終わった動画があったじゃないですか。まだその動画全然上がってないんですけど、今どこまで上がってるかというと、あの呂布を上げた、今日天意の動画を上げる予定、上がってるか分かんないけど、これ喋り終えたらね、予定なんだけど、まあ、そういう段階なのよ今時期的には。でどっかのタイミングで良い音をしようって、呂布の時、じゃ、え、いや呂布は言ってねえな、まあ、誰かの動画の時に言ったの、良い音しようって。多分その撮った時にはこれ年末ぐらいに上がるかなって。今日危ないんだよこれ、もうないのよ HP が。見るよ、これは逃げなきゃいけない。あの奥の肉まんが入っている可能性を信じて、あの壺を開けなきゃいけない。なんだデブ、邪魔すんじゃねえよ。引き窓か、俺も死ぬ。ないというね。はい、次。あ、しかし50という。やばいぜ。こっから動き変わるから、まあ見てみて。全然変わってねえな。私たちも頑張りましょう。あの剣を取りたくても必死に敵のとこに割り込んでいったな。何の話だっけ、そう。良いお年をって言って終わったと思うんだけど、今の、あ、来た来た、カンス裏切った。OK。で、ここからよ。ここから、まずどこに輸送部隊が出るのか俺分かってないんだよね。輸送部隊は逃げちゃうから箱と違って、急いでその出現ポイントとか通行ルートに行かないといけないんだけど、あ、どこだろうと思って、こっちかなあっちかなって言いつつ、まあ肉まんも探しつつね、とりあえずこの辺倒しておきましょうみたいな。まあ今そういう場面なんだけど、ここからトラブル発生すんのよ。うるせえ、このイベントが詰まると出てこないから、早くイベント終わってくれってなってんだけど、ないのよ、出てこないのよ。あれと思って、なんか条件間違えた、輸送部隊出てこねえってなってんだよ今。ここ非常にテンパってる。ここからしばらくねテンパりゾーン続くから。そんで、まあ、話戻すけど、その動画ね、今の計算だとね、
28日ぐらい上がりそうなんだよね、ちょうど計算だとね、わかんない、俺の計算ってかなりガバガバだからっていうだけの話、今もう特に内容はなかった。だからちょっと時期尚早な良いお年をになる可能性はあるけど、そうだね、普段だとね年末とかは、まあ、毎年じゃないけど集まったりすることもあるから家にはいないんだけど、今年はね多分家にいると思うから、もう出たくないでしょ、もうこの時期にゴミゴミしたところ。それはね、もう周りもみんなね社会人だし家庭持ってるやつもいるし、だ かかってね自分だけあーかかっちゃったで済まない、あ来た来た来たっていうね、そういう話なのよね。ここで来たんですぐに狩りに行かないといけないという。さあ履歴を見てます、ピュッピュッと、おここだなと、どっちに行くかだね、右上か左上に行くか、こっち側に来てくれたらありがてえ、反対側に行ったらもうマイチング待ちこよ、多分こっちに来るんじゃねっていう。あそこになんか接敵してるし、あのミニマップ見るとね、いい感じで接敵してそうだから、あでもこれ左に行ってんのこれ、左に行ってそう、いや行ってないな。さあここで無事倒すことでいましたね。さあカロ倒しましょう、なんてグダグダな体力もねえしよう、オッケー、これでゲットよ、サルゲッチュ、これであとはソースを倒すだけなんだけど、もう非常に体力がまずいというね。でね、一応雑魚兵を16コンボだったっけね、16コンボ以上で倒したら矢か肉まん50が入手できるんだけど、このね逆にコンボつないでる時に敵に割り込まれる可能性も多々ありけりなんで、まあ、結局ビビってやらないっていう。まあ新無双ラム溜まってるから落ち着いてやればね曲げることはないのよ、うまくタイマーに持ち込みは。これどうしたんだったっけな、まず周りから倒したんだっけか、この辺倒したらなんか落としそうじゃない、違うんだ酒じゃねえんだよ、今欲しいのは酒じゃねえ肉だよ。弓兵がね危ないからね、おお弓兵を狙撃してる下兵兵、なかなか堅実だね、堅実なプレーをお届けしております。やばい、おいいね、弓が本当全然まだ撃ってんの、誰か不届き者がいるな、来たこれよこれこれ、いてんだこいつ、一切距離減衰ないからね、じゃあそうそう、前に殺された父と弟の敵、違う、殺せてもらう、父はお前が殺したんや、弟は関数が殺したんや、めちゃくちゃや、そうそう困ってる、足殺してないでって戸惑いの声が今聞こえてる、えって言ってる、我が子の強さ、あららって言ってる、見せてやりましょう、そうそう逃げてんなあいつ、やっぱりびっくりして逃げてんじゃん、殺してないもんだって、僕殺してないよっていう話になってる。ということで、まあ、もうこの動画終わりそうなんだけど、まあ、俺のねあの今の疑問は一つだけよ、本当に来年東京オリンピックあるのっていう、全く見えないよね収束が、本当に見えない、なんか2、30年こんな感じが続くんじゃないかな、それも人々の感覚としては麻痺してくるだろうけど、もう本当に日常に溶け込むんじゃないかな今の状況が、そんな気がするという、今全回復のやつ見えたな。でこのあーこれね、なんだっけこいつ、新鋭隊長を倒すと必ず回復落とすんで、これ覚えておくと結構いいかもしれない。さあここから早々戦、しかし残り10分を切ってタイマーが右上に出ています、なんで焦らせてくるんだよねこういうタイマーが出ると当たんないっていうね、ガードが勝てんだよこいつ、弱いキャラにしてくれよ。でもね馬長の無双ランもねまた当てにくいんだよね、僕じゃ当てられません。さあ頑張れ、いいよこの体力じゃねえ攻撃力2倍以内に
うますぎ。これ、ね、炎を当てるのがマジ大事、マジもの大事よ。もう勝ったね、これ勝ったんじゃない。はい、おしまい。我が野望がバカだ、バカだ。まあ、ちょろいもんよ。全然注力なかったけどね。過去一で具だったね、これ。過去一具だよ。具だ界の三国無双を完遂しました、私。ということで、ピュッ。あ、これじゃないですね。これじゃないです。これです。あんまり強くないという。このジャンプ力が本当に意味わかんない。いらない。ジャンプ力いらない。低い方がいいんじゃないと思ってるから。ジャンプ攻撃で拾える指摘をね。はい、ありがとうございました。セーブをして、人生にセーブはないから、良いお年を。